今日は英語から日本語に訳しながら皆さんにお伝えしていきたいと思います。Make the best of where you are and do your best to line up your energy from where you are。 これはあなたが今いる場所を最高のものにしなさい。そして今いる場所から神聖なるエネルギーにつながれるよう最善を尽くしなさいという意味ですね。Because any bit of struggle、ほんの少しのもがきでも、or any bit of regret、ほんの少しの後悔でも、only hold your cork under the water。あなたのコルクを水中に沈めてしまうことにしかなりません。And doesn't allow you to connect with the energy that would allow anything to improve。そして、あらゆる物事の改善や進歩を可能にする神聖なるエネルギーとのつながりも不可能にしてしまうのです、といった意味ですね。コルクというのはエイブラハムがよく使う表現なんですが、私たちの内側からあふれ出ようとしている、これからの無限の可能性とか光り輝こうとしている私たち独自の才能といったことを表しています。で、このメッセージを読んで、このメッセージはもう今まで何度も何度もエイブラハムが発信してきたメッセージなんですけれども、私が体験したお話を一つ皆さんにお伝えしようと思います。それは私が大学生の頃か、大学を卒業した頃ですね。まだ全日本スキー連盟公認のインストラクターになりたての頃だったと思うんですけれども、よく私は大学の頃からスキーが大好きだった経緯があって、大和渓谷社のスキーヤという雑誌のアルバイトを知ってたことがあるんですよ。別にこう会社に行くとかそういうんじゃなくって、編集者から連絡が来て、スキーだけじゃなくてね、例えばフロリダのプロテニスの学校で録音されたテープがあるんで、それをディクテーションして書き起こしてほしい、英語をね、日本語に直して書き起こしてほしいっていう仕事が来たりとか。で、冬になると、冬から夏場にかけてスキーの雑誌用に取材をするときにロケに誘われてというか雇われて、私はスキーモデルとして撮影されたりとか山登りをしたりとか、そういうことがあったんですね。それ以外にもアシックスの仕事でテレビコマーシャル撮影に、立山に行ってね、テレビコマーシャルを撮影したとか、そういった仕事もしたことがあるんですけれども、大和渓谷社からある日連絡が来て、栂池の山のずっと奥の方に蓮華温泉っていうところがあるんだけど、そこに行ってね、撮影をしたいと。おそらくもうね、春4月とかそれぐらいだったと思うんですけれども、ちょっと天気のいいところでね、蓮華温泉とその周りを撮影したいんで来てもらえないかっていうふうに言われたんですね。で、私はもうその頃はそういった仕事が来るともう嬉しくて嬉しくてしょうがなくって、今でも 多分嬉しいと思いますけれども、もう何も調べずにどういう可能性があるかとか考えないでね、もう二つ返事で「はい、行きます」って言って行くことにしたんですね。カメラとか編集者とかね、6、7人のスタッフが来て、大和渓谷社ですから編集部にいる人たちっていうのは大学の体育会の山岳部にいたぐらいの人たちで、もう大男でね、鍛え上げていて、雪山なんて全然へっちゃら普通のこととしている人たちと私だったんですね。で、それでなんと私たちが栂池に着く頃には猛吹雪になっていて、で、栂池のリフトが確かね、一番下の長い緩斜面のリフト以外は全部止まってたんですね、危険で。で、それで本来だったらリフトを乗り継いでかなり山の中腹までリフトで行って、そこから登山するっていう予定だったんですけれども、なんとほとんどのリフトが止まってしまって、皆さんも栂池がどういうところかご存知かもしれないけれども、かなり険しい山
にあるスキー場なんですね。で、それで猛吹雪だったところでも麓でね、私はもう帰ろうねみたいなことを言ってたんですよ。ね、でもやっぱり予定通りね、皆さん他にもスケジュールあるし、予定通り登りますっていうことで登り始めたんですね。リフト降りて、でそしてもうほとんど麓から登り始めたんですけど、私はそんな登山なんてほとんどしたことがなくって、でスキーをやっていて筋トレとかで鍛えてはいるけれども、そんな雪山の猛吹雪の中をスキーを背負って登山するなんていう経験はなくって、もうだいたい私はそんなに体力がある方じゃないので、もうちょっと歩き始めただけでとにかく猛吹雪で30センチ以上は先が見えないんですよ。もう本当にちょっと油断したらスタッフから離れてしまって、もう迷子になっちゃうような状態なんですね。でも登り始めたんだけれども苦しくって、でも心の中でギャー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 叫んでたんですね。もう行きたくない、帰りたいよ、なんでこんなことをしているんだろう、なんでこんな仕事を受けちゃったんだろうみたいなことをギャー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 騒ぐ私がいるわけですよね。で、でもやっぱり私はそのプロとしてね、雇われてお金をいただく以上はそういうことは外に出さないっていう、そういうストイックな性格もあるので、それを表に出さないでとにかく一生懸命歩いてはいたんですね。でも心の中でギャー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 騒いでるその自分を抱えて登っていくのはとっても辛いことだったんですよ。おそらくそういうふうに考えることだけでエネルギーが取られてしまっているんだと思うんですね。で、それでもう本当にどうしようかと思って、もう本当に一寸先は闇ですから、もしこうスタッフをね見失ってしまうようなことがあれば、私は遭難するしかないんですね。もうそういった死に直面した危機感の中で、私はもうとことん自分のこう泣き叫ぶ心の声に疲れてしまって、ふと思ったんですね。どうせ遭難して死ぬんだったら心で死んでしまおうっていうふうに決めたんです。で、そのギャー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 騒いでいるそれまでの私を、私は死に追いやって、で死に追いやることでもってその声を止めることにしたんですね。でもそのギャーギャー叫ぶ私は死んでしまって、心の中はもう真っ白、自分の周りの猛吹雪の雪面のように真っ白で、もう何にもない状態になって、でその時に思ったことが、もうとにかく今出す一歩、それだけをフォーカスして、その一歩に全てをかけてとにかくそれを続けていこうっていうふうに決めたんですね。なのでとにかく一歩、その次の一歩という形で、もうそのことだけを考えるようにして、で何時間登ったか分かりませんし、途中でねスキー重いでしょっていうことでスタッフが私のスキーを持ってくれたっていう記憶もあります。でもやっぱりその登っていく、もうすごい険しい 私にとってはとても険しい山なので、何時間登り続けたかわからないですけれども、五里霧中の中を登り続けて、なんとか蓮華温泉にたどり着いたんですね。でその時のことを考えると、やっぱりギャー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 心の中で泣きわめいている私というのは、神聖なるエネルギーとはつながっていなかったと思うし、もしあれが続いていたら私は遭難したかもしれないし、あるいはそこから戻ろうとしてスタッフにとてつもない迷惑をかけたかもしれないんですね。心をすっからかんにして目の前の今ここだけを考えるっていうことに徹した時に、おそらく私は神聖なるエネルギーとつながることができて、そしてその神聖なるエネルギーが私が今しようとしていることを必死に助けてくれたんだと思うんですね。
で、ですからこのエイブラハムの今日のメッセージを読んだ時、これは何度も何度もこれまで見てきた、受け取ったメッセージなんですが、やはりその時のことを思い出してね、でこのメッセージの素晴らしさというものを感じます。精神的に死んでしまおうっていうふうに思いついたこと、そしてその時の体験っていうのは、その後の私の人生にとっても、まあ、スキーのね、インストラクターをしてたのは数年のことで、まあ、それと並行してコンピューターの雑誌の仕事をしたり、その後アメリカに引っ越してきたりして、いろんな辛い場面っていうのはあったんですね。でもその時その時にやっぱりそのスキーの、雪山の体験を思い出したり、あるいは思い出さなくっても自動的にうるさくこうギャーギャー騒いで、あ、これは無理だ、できないっていう抵抗する自分を殺してしまう。そして心をすっからかんにして、何をしたいのか、何をしたら嬉しいのか、どこに私は進んでいきたいのかっていう、その力に支えられて、周りの人が不可能だっていうことも達成することができたりね、無理だよ、できないよって言ってる人たちを引き連れて不可能を可能にしたっていう体験は、 IT のソフトとかね、コンピュータグラフィックスのムービーを作るプロジェクトの中でとっても役に立ってきたことなんですね。ですから私にとっても特別なメッセージで、といっても毎日エイブラハムからいただくメッセージは特別で、いろんな私の今まで受け取ってきたメッセージと似通っていたり、あるいは体験の中でね、感じたことを思い出させてくれたり、あるいは新しいこう展望をいただいたり、もう本当に毎日この短い文章を見るだけで私の心はバーッともう宇宙に広がっていくような感じがするんですね。私がこのグループを始めて、皆さんにコメントしないでください、自分で感じることを大切にしてくださいっていうふうにお願いしているのは、やはり自分で感じ取るっていうことがとっても大切なことだと思うんですね。で、例えばこのメッセージを聞いて、その日に何かシンクロでね、似たようなことが経験として起きるっていうことは往々にしてあることだし、一人一人皆さん受け取った時にそれを心して受け取っていれば、必ず何かこう反復する経験っていうのは今日じゃなくっても明日でもあると思うんですね。で、またその時にこのメッセージの意味合いっていうものが皆さんの中で膨れ上がっていくし、その膨れ上がっていく、拡張していく感じをね、つかむっていうことが人生にとって本当になんかこう生きていく活力とか幸せにつながることだと思うんですね。一生懸命真剣に日本語に変えています。なのでこのグループで楽しんでいただけると嬉しいなと思います。いつもいいねとかラブありがとうございます。皆さんのありがとうという言葉としていつも受け取らせていただいています。これからもよろしくお願いしますね。